第7の宮天秤宮において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。突如としてシリウの死、老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。スピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドの6種類の武器となるライブラのクロスの力を借り、シリウは氷河を救うべく氷の棺に立ち向かう。兄さんに続いて氷河まで。シュン、俺はまだ氷河を諦めていないぜ。俺の流星剣で氷河を救い出してみせる。くそ、やる一つついていない。水星剣、どうすることもできないのか。まだかすかに氷河のコスモを感じるのだ。くそ、一体どうしたらいいんだ。やはり俺の剣では氷を砕くことはできないのか。シュン、見えたぞ、氷河を救い出す武器が。この中から一つだけ氷を砕くのに適した武器を選ばなければならない。ライブラのクロスは星をも砕くと言われるゴールドセイントの武器。間違った武器を選んでしまったなら、氷の棺どころか中にいる氷河さえも粉々に砕いてしまうからな。よし、これを使わせていただきます、老子。このソードを今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇れ、白鳥よ。氷河、体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に代えても必ず助けるからね、氷河。